フェイです。バイドンです。メジャーです。あ、今のフェイベルあれ。ごめん。何をしたの？合わせようと思って。三本目だぜ今日。これが。フェイです。バイドンです。ツチャです。フェイド、バイドンと。ツチャチャンネルです。ん？フェイフェイ、どうしたんだよ。ごめんなさい。ちゃんどうしたんだよ。ごめんなさい。見引き締めていこう。十一本ね。ん？十一本。十一本。誕生日でジッポ買ってあげてください。フェイのバイナーとスチアチャンネルでーす。いやー最高です。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。さあ、ということで引き続き、はい、準レギュラー、はい、土屋翼選手に来ていただいてますと。本日の企画でございます、はい、本日の企画は、翼が見たことない映画を見たかのように振る舞ってもらおう。振る舞ってもらうということで、うん、翼あんまりディズニー作品って、うん、見ないじゃないですか。見ないね、あんまし、うん、それこそマニアックな映画はともかくとして、うん、結構みんなが見てる、例えばベイマックスとか見た、うんうんうん、あ、ベイマックスは見た。あ、見た。ベイマックスは見たね。まあそれ以外もね、見たことないやつあると思うんで。もうダメそうじゃない。大丈夫かな。でも結構見てないね。見てない、うん、じゃあリメンバーミーは見ました。見てない。ということで、そのリメンバーミーのポスターだけ今から見せます。うん、はい、そのポスターから分かる情報だけで、うん、もう翼はもう見たとして、うわ、マジ分からん。僕ら2人がリメンバーミーどんな話なの、いろいろ聞いていきますんで、2人にちょっと説明していただきます。想像してね、インスピレーションでね、はい、そうです、そうです。もう与える情報はポスターのこの1枚。そこから翼にそのリメンバーミーの話を、こういう話だよっていうふうに、お答えしていただける。いやー、マジでその一つも、まあまあまあ、でもディズニーっぽい物語でも当てちゃうかもしれない。全然当てて大丈夫。当てたら当てたら、はい、もちろんポスターから分かる情報もたくさんありますから。早速翼が見るそのリメンバーミーのポスターがこちらです。トイストーリー3のスタッフが送ってんだ。まあ、ピクサーですね。はい、ピクサーですよね。家族の絆の物語ね。ああ、ヒント入ってるよ。そうそうそう、文字が書かれてたりとかするから。それは時を超えて家族をつなぐ奇跡の歌。うん、お歌ね。テリヤキチキンレッグを4つさあ、ということで翼、うん、リメンバーミーどうだった。リメンバーミー見た。まず見ました。どうだった感想。うん、正直僕マジ泣きましたね。めちゃくちゃ泣きましたね。泣いたか、正直。まあまあまあ、そうよな。下手したら一番泣いたんじゃない、うん、この映画が一番泣きました。逆に聞きたいわ、そうそう、翼がどうだったの、それ見て感想は。もちろんでも歌っしょ。まあね、あー、ね、そうだね。どんなだったかな、うん、歌結構ボンジョビみたいな感じ。ボンジョビ、ボンジョビかな、ボンジョビかな。ちょっと歌える、ちょっと、うん、Remember me in a gun up on us。 おいでやすこがの2本目だ。俺が聞いたらそれじゃないかもな。ああ、そうか、違うかも、ね。まあ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 、でもあれかも、ちょっとウトウトしてるから。どうだったっけあれ、家族、スタートが家族だったっけ。スタートは、うん、多分その多分ね、本当路上でギター弾いてる女の子からのスタートだよね、多分ね。ああ、だったかな。ギター弾いてて、まあそこに唯一の友達だった犬、うん、友達いない寂しいなっていう時に、この骸骨さんが、骸骨が来たの、目の前に。はい、で、君の歌いいねって、うん、君の歌いいねって言って、うん、まあセッションしようよみたいな、うんうん、それで、なんだろう、この世界的なデュオになっていくっていう話、骸骨込みでっていう説もあるよね、裏設定で。あー、裏設定ね。そういう組み取り方もできるの。そういうことね。シンプルに好きなキャラ誰なの。名前言って。シンプルに好きなキャラ名前言ってほしい。まあでも、ね、大体でもこの2人のどっちかよな、好きなキャラ誰ってなったら、うん、多分ね、大体この2人のどっちか。ミーかな。ミーミーで。どこで出てきた。このアディジャー着てる。ポスターに伏線があるよね、やっぱこの。ああ、そうよ、うん。ギターが2つあるってことは多分あれなんだよね、こう、骸骨もギター弾いてんのよ。うん、うん、で、それセリフとかある、お覚えてる。ああ、印象的なセリフ。アコギエレキかな。、うん、どっちっていう。どっち、君どっちだろう、うん、アコギなのエレキなの、うんうん、結局どっちなのっていう。そうそうそう、いいね、見たんだ。はい、はい、そうだね、よかったね、よかった。最後も歌ってよかったな。もう一回リメンバーミー歌ってもらってもいい。
Remember me to get a better set of one on. めっちゃいいわこれ。骸骨がなんだよって話なんだけどね。見たでしょ。見た。もうひげ生えてるからね。お父さんなのかな。お父さんか。いなくなったお父さんが、もう歌が好きだっていう置き手紙を見て歌を始めたこのミーがアコギで歌ってたら、あ、そのギターはみたいな感じでお父さんと出会ったっていう話っていう話だ。なるほど、終了。犬何？偉大なる賞にはサプライズと加工が必要。正解を教えましょうか、うん、でも後半ほぼ今すごかったよ。え、マジ？そこ途中でふざけてたのに、はい、一番最後も急に、そう、それが一番大ネタバレっていう。これどういう話かっていうと、実はこれがお父さんだっていうことを知らずにずっとお話進んでいって、最終的にこの人がお父さんだったって分かるところがこう一番盛り上がるところなんだよ。ちょっと見て、どれやな。ヒゲです。全然ヒゲです。まずこれ、あの男の子です。え、ずっと女の子って言ったんですけど、ここ、あー、なるほどね、はい、これ男の子、少年ミゲル。失礼しました。はい、うん、あ、ミゲル、はい、ミは合ってる。実はこいつはそのアーティストともともとデュオを組んでた。え、デュオも合ってるんだ。だからそうよ、なんかずっと近い、なんか近づきながら、そうで、かと思いきや、あの本当の自分がお父さんだと思ってた人は実はそうじゃなくて、こっちが本当のお父さんでしたよっていうような話。え、じゃあもう正解じゃん。いや、もう正直ほぼ正解。うん、うん、正直、すごい最後の詰め方、うん、ああ、いや、まあ、でもすごかった、マジで。ありました。歌こそ違ったけどね。そう、歌こそ違う、うん、歌は何だ。歌は Remember me、 お別れだけど Remember me。 日本語入ってるし。いえ、日本語入るわ、そら入る曲もあるじゃん。英語版もあるけどね、もちろん。どんなんだっけ。 Remember me to never get to me。 メロかっこよ、しびれるな。めっちゃかっこいいな、持ってかれるな。絶対エレキだしな。ボンジョビの入りやからね。ということで、初見で、立ち振る舞ってもらおうでした。また翼来る機会あったら、はい、チャレンジしてよろしくお願いします。思いますので、再チャレンジを、はい、また次の動画でお会いしましょう。また明日。あ、なんか読んだ。どうぞ。終わった。終わった。翼の顔が変わってくとこ見ちゃった、横から。むちゃくちゃ怖かった、今。別人格入ってくみたいだった。震えるよな。忘れてた、今。あー、もろ。忘れてるとな、もうな。無理だね。怖いよな。もう戻ってこれないな。